はい、では男レトロミュージアム横、会場残すところあと2バンドとなりました、それでは次のバンドを紹介します。地元喜多方を中心に活動しています。オトコン今年で2回目の参戦となります。リトルスイングスの皆さんです。申し上げます。ありがとう。俺のせい。
あれ？今と。散りの日々よりも鼻歌混じりの方がいい。そしたら重い足取りも少しは軽くなるかな。見慣れた街の景色と見上げた長い階段この先にどんな未来が僕を待ってるかな。流れの見知らぬ明日に祈るような気持ちで流れの小さな歩幅で足音を響かせ
表すぐにありがとう。多分ね、今2曲目やらせていただく Nobody Knows って曲なんですけど、いつもね、大体ラストに持ってくるか、まあ言ってもまあトップとかなんですけど、なんか今日ね、今日のセットリストはなんかこうシングルセレクションみたいな感じでこうライブの流れ的なことを考えると、もうちょっとなんかこうアップ目のやつがあった方がいいかなとかいろいろあったんですけど、まああの明日も我々こちらの会場でやらせていただきますので、またちょっとセットリストを変えてやらせていただきますので、よろしければ明日の10時ですよね、10時やらせていただきますので、もしあのご都合よろしければ、いらしていただきたいなと思っております。でも俺今ノーバディの気持ちだね。次の曲はですねどうもありがとう、本当にありがとうあまりやりたくないですけど、絡まない方がいい。雨上がりという曲をやります。雨上がりの街並みを開き開く日が来た。
とキラキラ夕日に反射して眩しさでかざした手のひらの向こうに あんまりやるの怖いなって感じなんですけど、僕らの前にスウィングソースイートさんやっていただいて、スウィングソースイートってこれから僕らがやる曲を違う感じでカバーしてやっていただいたんですけど、その完成度があまりにも高いのでオリジナルはこんなもんかいっていう、なんて言うんだろうな、すごくねいい意味で色気たっぷりだったんですよね。スウィングソースイートさんのスウィングソースイートは、僕手代ギノはもうなんかね R 指定な感じなんですよトリオによっちゃなんか出すのは出さない、ポロリとかしないでもなんだろうな、手しりのラブソングの中で出ないっす手しりのラブソングの中ではとびっきりスウィートなラブソングに仕上がっております。なんかねキャって思ってもらえればキャって思ってます。キャーって言っていいよ。キャー待てよ、キャー、スイングソースイート。Just like you.
I'm gonna go get some more.
早いもので次で、ラストになります。ですね、いつもラストカバー曲、あの真心ブラザーズさんの、エブリバディシングラブソングっていう曲をやって、わーっていう感じでいつも応援してるんですけど、今日はまだまだちょっと無完成な感じなんですけど、新曲をやってみたいと思います。大丈夫なのかな、まだまだまた復習ですけど、明日の午前10時からこちらでまたやらせていただきます。セットリスト京都ちょっと変えるので、もしよろしければ遊びに来ていただけたらなと思ってます。あとちょっと先の話になるんですけど、12月の第1週、多分6日か7日になると思うんですけど、土曜日に、北方プラザじゃない、あちらの厚生会館の、方で、厚生会館のあれは大ホールかなで、ロックデイっていう毎年やってるイベントがあるんですけど、そこにリトルスウィングス、出演させていただくことになってます。よろしければ、そちらの方も遊びに来ていただけたらなと思ってます。Facebook とかやられてる方、リトルスウィングスで検索していただけるとページ出てきますので、よろしければ覗いてみていただけたらなと思ってます。メンバーそれぞれも Facebook やったりしてるので、お時間あればちょっと冷やかしてるのもいいのでどうぞ付き合ってください。よし、じゃあ新曲仮タイトルなんですけど、ベストモーメンツって曲をやります。どこがベストモーメンツなんだっていう、今そんな感じなんですけど、ベストモーメンツって曲を最後にやって終わりにしたいと思います。リトルスイングスでした。
緒にだ。リトルスイングスの皆さんにもう一度大きな拍手を。リトルスイングス、明日もこの会場で朝一番10時から、演奏します。お時間ある方はぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。